皆さんは ZEH というものをご存知でしょうか。 ZEH とはネットゼロエネルギーハウスの略称で、省エネ性能が高く使うエネルギーと作るエネルギーがほぼ同じになる住宅のこと。国が一定の基準を設けており、それらを満たした住宅を ZEH住宅と呼びます。さらに対象となる基準に適合することで ZEH補助金がもらえる仕組みです。ZEH補助金制度を受けるにあたって、以下の条件や基準をクリアする必要があります。断熱性能が高い、暖房や給湯などの設備は燃費のいいものを使用、太陽光発電などにより再生可能エネルギーを作る。 ZEH住宅は通常の住宅建築や購入よりも初期コストがかかります。しかし ZEH住宅は光熱費の削減になることや ZEH補助金制度もあるため、長期的に考えるとメリットもあるんです。住宅を購入する際は計画的な家づくりを進めましょう。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。